おはようございます。おはようございます。戦車俺だけになって、おい、いけてる、ホクロじゃないと。始まりましたよ。今日はね、今日もですね、イヤさんはいませんね。じゃあ途中来るかも、もしかしたら。今日はなんと、リッチさんがお盆休みなんで30分拡大で、要するに1時間、イエーイ、飽きたね、1時間延長します。ちょっとお付き合いください。長いかもしれないんですけど、何喋ろうね。おはようございます。何喋ろう。ゆうやさんね、もしかしたら途中で来るかも。そうですね。イケメンいいな、イケメンって言われて君は羨ましい。あ、乾杯。あ、乾杯。いやいや、乾杯。ナイス。そう、今日1時間あるんですよ。長いよね。そうですね。イケメンって絶対じいさんのことでしょ。違う、こっちこっち。なんだっけ、なんかいつも、なんか2人で出るの初めてですよね、らしいね。なんからしい、いつもやっぱこう、あやすさんとかね、三上さんとかいるからね、話が広がるけど、今日は話広がるかな、話広がるかな。僕のトーク力にかかってる。一回喋ってみたら、こう一回一人で、いや、きつ。一回喋ってみたら、ピンキー、いやー、いや、いいね。一人の時も俺味わったことあるから、ちょっと味わってみたら。いや、でも、まあ、喋ってみてって来てるじゃん。喋ってみてね、俺ばっか喋ってるもんね、いつもね。申し訳ない。お盆休み何してた？ほんとちっちゃい。お盆休みまだないんですよ、僕。そう、プラチナナオさんもう また言われるよね。MC 交代してみよう。お盆休みね、ハライムはね、21から25日ですね。そう、14日、はい、ここから喋って、ここから。いやー、14日に話題が全然違うけど、うん、違うけど、違う。そう、ナオさん似てるよね。しかも僕昇格したから、ナオさんもまた昇格したから、また役職一緒なんですよね。副主任、お互い副主任っていうね。でも喋ったこと一回もない、一回もない。復讐、運命や、運命ね。ね、てか夏の海楽しみなんですけど。あ、そう、うん、いつだっけ。14日ですね。そう、14日海行ってきますね、僕ら。そう、多分江ノ島あたり、江ノ島あたりに、月曜日は天休日なんで楽しみだな。声かけてね、いたら。俺らが声かけるんじゃないですか。俺らは声かけないね。俺はもうバーベキュー、海あ、あの、肉焼いてもう終わってるよ。肉焼いて行ってみたいってさ、江ノ島で海でバーベキュー、うん、だからなんか MC 続けて、MC MC 続けて。海でバーベキューできないとこもありますよね。まあでも予約するからできるんじゃない、うん、あね。とか、あの、海で花火できないとか。花火、うん、花火できないの。なんかできないとこあるらしいですよ。あ、湯川はできないんじゃない、うん、多分湯川は。なんか海が汚れちゃうからみたいな、砂浜汚れちゃうから。ああ、まあまあね、みんな汚いもんね。そう、だから要はなんか東京湾の海みたいな、すごい汚くなっちゃうみたいなね。頑張って頑張って MC MC 頑張ってよ。1時間で、1時間1時間あるけど。たまにやってみて、一人で一回、一人で一回。いやいやいや、で、何対戦するんですか。ここにいる。遠くないですか。すごい遠い。一回喋ってみ。何を俺一人の時あったけど、めっちゃ、はい、あの、怖かったから俺も。あ、一回やってみ。え、な、でも、何話しますね。俺喋ってってきてない。江ノ島バー、うん、バーベキューできる。コメントで助けてくれてありがとうございます。え、そうなんですか、ジンさん。何が余裕でやってたよって。やってないよ、余裕じゃないよ。だって多分、あの、心の中では多分あれでしたけど。いや、本当に視聴者には本当に汗めっちゃかいてたもん、その時。すごいですか。何歳なのって。僕18歳です。でも、そう、今日僕19歳に誕生日。あ、そう、おめでとう。そう、ハッピーバースデーです。今日誕生日おめでとう。8月11日誕生日です。てか、ひどいな、ゆうやさんの時はみんなにこれも来たの。お前の誕生日はそれも入ったばっかだった。そうですね、入ったばっかだった。身長高いの。いや、は、71、コメントいっぱい来たよ、ですね、はい、コメントいっぱい来たよ。で、趣味は、食べること、いっぱい食べたいです。うん、髪色落ちないね。いや、あの、カラートリートメントで、あの、ピンクにやってるんですよね。今日誕生日なの。そう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 、若い。いや、でも心はなんかもうなんか若くない。隣で踊っているっていう。ずっと首回してる。そう、来年の今日お酒飲めるね、確かにね。そうです、来年の8月12日ですね、お酒飲めます。その時はもうぜひ潰してください。171cm か、ちょっと残念そうだ。残念そうですね。175ぐらいは欲しかったんですかね。それバーコードこれ
かわいいっしょ。俺も将来多分頭バーコードになるから多分ペッツってバーコード。これでも高いんだよ、これ意外に4万すんだよ、この T シャツ。高っ。アレクサンダーワンっすよ。あ、いくらかなって。何ジン君いくらかな。あ、俺108円ぐらいだよ、多分108円。あ、自分は小顔だと思いますか。俺は小顔ではないけど、小顔でしょ。僕も違いますね。小顔でしょ。小顔ではない。だってスタイル良くないんですよ。4万円で買えるの違うわ。俺4万円で買えねえわ。あ、4万で買えるかな。買えるかも。いいよ、4万円で買って買って。本当に払う気あるなら買って。いや、12円です僕。売りかけ禁止ね。売りかけ禁止ね。12円で買ってください僕。自分に値段つけるとしたらいくら、いくらだろう。僕うまい、うまいこと同じだから12円。本当俺5000だ、5000。これ5000。5000。うん、5000。1円もしない。昔だな。5000だ。あの1円の半分でしたっけ。1円の半分。あ、5000だ。5000。12円。僕はうまいこと安いな、12円って。え、今お客さんはどうですか。できましたか。どうですか、まあ、お客さんはどうですか。まあ、うーん、お客さんは全然できてないですね。で今来たら、それこそ4万円握りしめてきたらもうエースでしょ。そうですね。その子エースでしょ。間違いないです。ほらほら、もうほら、同棲するよ。同棲するよ。同棲する。同棲するレベル。4万円同棲してくれるよ。すぐ同棲する。買ってください、僕は。4万円エースになれるよ、今だったら。だってお客さんいない、いないの。いないです。いないんだったら、もうね、水セット料金だけでエースでしょ。はい、ね、全然全然。来てくれただけでもうエースです。エースでしょ。俺に、来たその日もうエース。エース。確かに4万でも同棲はもったいない。いや、だってでも同棲したらその4万円が10万100万って化けるかもしれないもんね。同棲できないな、俺は。無理だ、同棲は絶対しない。だって僕実家暮らしですもん。早く一人暮らし。実家暮らしか。いいな、実家暮らし。そう、一人暮らししたいよね。ね、一人暮らししたい。でも葵と一緒にあれでしょ。あ、そうですね。ね、でも一緒に住んでるみたいな感じでしょ。今は結構、あいつが足…そう、怪我しちゃったもんね。こんな話しても分かんない。実家かよ。実家です。まだ家出ろやって言われてるよ。家出たいっすよ。でも、俺8万円握りしめて来たんすよ、東京に。歌舞伎町に来たんすけど、あのね、最初公園生活してたよ。実家で生活できるわけマシだよ。うん、そうっすよね。すぐなくなるし、8万円俺、最初満喫で、シャワーとかそのなんて満喫の暮らししてたんだけど、ガラガラ引いてね。はいはい、でやっぱ8万すぐなくなるから、お金なくなって、で公園生活してる。シャワー出勤前に満喫行ってシャワーだけ借りて、あの生活してたけど、超そうそう。だから電車、あとは山手線の電車でが最高のホテルだったね。ああ、そう、一周1時間だから。そっか、そこで寝れるんよ。何周したかなんて分かるんよ。あ、今何時間寝たなみたいな。そう、大変だった。はい、そうだから早く一人暮らしたいなっていうのが強すぎて、めちゃくちゃ頑張ってたし、一人暮らしできた時はすごい嬉しかったけどね。そうよ、そこまでの経験はしたことない。まだ全然ね、マシだよ。マシ、家があって寝る場所があるだけマシだし、うん、間違いない。夏はね、もう山の線最高でした。あ、本当に涼しいですもんね。そう、だからあのホームレスのおじちゃんとかと仲良くなってたから。これは超大変だった。なんかガラガラ引いてシャワー浴びて、ガラガラから荷物出して、そこで着替えてガラガラ持ってまた出勤して、もう出稼ぎの女の子みたいな感じだった。出稼ぎ中の女の子みたいな。で店にガラガラ預けてみたいな。もうそのうちキャッチに声かけるんじゃない。そうそう、そのままキャッチしたりはしてたし、道端でガラガラ引きながらキャッチしてたもんね。出稼ぎ？俺も出稼ぎなんだよね。そうそうそう、大変だったな。これ一緒に出勤するとか言って。いや、そういう経験してみたいかもって言ってるよ。そういう経験ね、結構過酷じゃないですか。マジきついよ、マジきちだよ、本当に。なかなか。だからでも頑張ろうと思うし、なんか俺庶民的な心を持ってるから、あの豪勢な生活はしないから、なんていうの、いつさホストってさゼロになるか分かんないじゃん。確かにそうですね。だから今でも全然ファミレスとか大好きだし、なんかお金使うことが当たり前と思わないの。今家賃はね、車の駐車場とかと合わせて20万ぐらいですね。へえー、うん、20万ぐらい。20万
そうからだからなんかでもねなんか20万以上のねタワマンとかも住んだことあるんですけど、うん、タワマンはねあんまりおすすめしないから俺は。あ、そうなんですか。なんであのねなんかそのやっぱ家賃ってさもう絶対かかるお金じゃん。あ、確かに。食費とか、うん、それ服のお金とかアクセサリーとかって別につけなきゃいいし、まあ、やんなきゃいいから削れるんだけど家賃ってやっぱり、ね、削れないから。削れないものですね。確かに。だからもう20万円以上はねちょっと正直今住んでる人もいると思うけどさバカだと思っちゃうわ俺は、うん、正直。そうだって毎月20、例えば5万円のタワマン住んでるとして、うん、年間で300万かかるわけだから。確かに。そう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 。ってことはまあ女の子にじゃあいくら使ってもらって売り上げないと300万無理ですよねっていう中じゃん、うん、タワマンで僕30万とかでしたね 1L2DK で。へーとかあと2つぐらい住んだタワマン。あとは 1LDK のタワマンとか。車はなんかポンコツ乗ってます。ポンコツ乗ってます。マンション、そう買っちゃった方がいいと思うよ。でもなんかね、賃貸とあの土地代とかの税金とかかかるじゃないですか。あ、高層マンションは税金かかるね。確かに。そう、あのかかるんだけど、ずっと東京住むんだったら買っちゃっていいと思うけどね。確かに。確かに。しんどかったな、新人の時のあの生活。もうその生活してたら絶対売れるよっていう生活だったもん。でしょ。もう絶対売れる人は。そんな公園で野宿とかさした経験ずっとしてたらさ。だからなんか今俺は売れてない子にどうしたら売れますかって聞かれたらもう普通に寮とか住んでる子とかにも 寮出てもう家なくしちゃえっていう。ああ、ハックキョトンとしてて可愛いなってだってもう圧巻ですもんそんな話聞いたら。いやでもそうだよ。だからもう家なくして実家出てそういう生活してみな一回。でも今本当に実家帰ってないんですよ全然。あ、俺のとこばっかり。いや、そこも行ってない。どこ行ってる。では、あの仕事終わったらキャッチしてそのまま女の子捕まえてみたいな。捕まえててんてんてん。うん。で、その後は捕まえてどうしたの。その後は言っていいの。そんなこと大丈夫か。まあ、うん、いや、あの本当にやんないっすよ。さすがに初めて会ってそのまま。まあまあ、ご想像にお任せしますので、ね、ハック君に、うん、あの声かけられたらちょっとよろしくやってください。やめてくださいよ。そんな怖い先輩だってどういうことよ。スパルタ。ああ、そういうことだよ。スパルタです、ね、でも家出た方がいいよマジで。俺言うもん普通に。もう家で出ちゃえないよ。もうそういう生活したら売れるしかない。もう売れるしか道がないなって思うから。そうですね、売れるよ家なくしてみたら。モデルもして、いやモデルはもう前してただけで今やめちゃいました。やっぱこうさ、まあ、すごい独白とさ、ホスト何年もやってたりさ、30近いのに売れてない子とかさ、うん、俺はもうしょうがねえやつだなって思っちゃう 人だから俺は。からなんかそういう死に物狂いのことを経験しないと絶対売れない気がする、うん、確かにしね。そう家があるだけでもそう幸福に思え。そうなんだよ。思いますよね本当に。そう思う。だから俺毎日幸せだもんね自分ちあるから。そう幸せだよ。だからその時のこと思い出すから全然俺今でもなんかそのね金持ちの人とかめっちゃいいとこ行ったりとかいい暮らししてますみたいな自慢してるかもしんないけど、俺はもう全然あの俺サイゼ好きなんですけど個人的にサイゼリア行ってご飯食べるのが一番幸せだもん。本当に幸せ。そうでしょ。高架下のおじさん見てると家あるだけで幸せと思えるよね本当に。そう。たまに俺タバコを備えしてあげるもん。お供えって言い方悪いけどタバコあげるもん。これ、うん、ホームレスとか見ると、うん、口うるさいあれか説教味になるやつが見えた。見えるよ。サイゼのメニューで何が一番好き。辛味チキン。あー、辛味チキン美味しいですね。辛味チキンが最初に絶対頼むやつ。あで次に柔らかチキンのチーズ焼きだね。でご飯みたいな。もうこれだけでねうまいね。もうもうでも僕ペペロンチーノですね。あー美味しいね。だ臭くなるじゃんやっぱこう。あーそうですね。水商売としてやっぱニンニクはちょっとね、うん、ダメかなと思うから。ミラノフードリアはね高校生の時はめっちゃ食べてたかな。ミラノフードリア飽きてくるんですよね食べて。だあと周りのねホワイトソースがまずいんだよね。そう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 。あ真ん中はうまいんだけど、うん、たまにホワイトソースのとこは冷たい時あるからなえちゃう。うん、あホッカッチャうまいね。ホッカッチャ好き。うまいね。好き、うん、キャベツのペペロンチーノそんなあんの。あ、あるあるある、あります、あるの。ペペロンチーノと、あの、まあ、キャベツのペペロンチーノを頼まないからな、あんまり。家で作るけど、ペペロンチーノとかよく料理もするから。
サイズのペペロンチーノ味薄くない。俺はね、あのタバスコ入れるからそんなに。だからやっぱそういうなんかちっちゃい幸せが幸せと思えないね、人間になっちゃダメですよ。確かに。いくら給料があってもなくても。そうですね。と思うんですよね。お、誰が来ましたか。全然関係ない人が出ました。これよ、これもう営業終わった後にもう LINE をしてくる女の子ダメだからね。本当に営業中電話してくれよ。本当に営業終わった後電話すんだよ。ああ、赤いやつね。一番電話があった今ね。そう、女の子からパパパパパンって。営業終わった後にしかもなんか1時2分とかに電話あったりするとめっちゃイラってくるよ。あーって分かんないでしょ。まだ分かんない。あーって、いや、なんかホログラムみたいになってるんですよ。独白よ、全然独白よ。俺ブラックトークだもん、席でも。全然席でもブラックトークするよね。ブラックだよね、俺言うこと結構ね。いや、俺が言ってるときはそんなことないんですけど、ね、お前か、それすいませんって言ったやつお前か電話したの。LINE はいい、 LINE はいいんだけど、全然営業終わった後の LINE とかは全然いいんだけど、電話は別にいいんだけど、電話して何してる今みたいなダメ。店来てたら OK だけど、店来てない子とかが、何してる今、仕事終わった後で。仕事終わった後、速攻1時2分とかになんかこうな、何かを求めてる子はダメだね。そう、来てないのにってこと。そう別にその月に来てたらいいと思う。俺はその月とか、その、まあ、前後の月に来てたら全然問題ないんだけど、来てないくせにね、それだけ求めてるのはね、まあ、若いよね。そう、金使えですよ。その通り、金使え。金使ってからだって。お金使ってる子に失礼じゃない。まあ確かに思わない。俺はそう思うのよ。お金使ってる子で例えばアフターしてもらえないとか、アフター手抜かれてる子っていると思うのよ。天外してもらえないとか、でその子に失礼だと思う。俺その全然お金使ってないのに電話来てそれノリで行っちゃうっていうホストって、もうお金使ってる子にじゃあそれ正直に言えんのかって話だから、言えないじゃん、そんなの。ムカつく、俺は。ね、許せないよね、使ってる側からしたらね。私とアフターしてよって感じだよね。うん、そうじゃあ、しましょう。時間はたっぷりあるんで。そう。だから、毒吐くっていうか、毒じゃない。俺、正論しか言わないから。ね、正論なんだよ、うん、実際。可愛かったら、ただでアフター行くよってどういうこと。俺、行かないよ、可愛くても。興味ないね。なんかさ、インスタやってるから分かるんだけど、可愛い子ってめっちゃいるじゃん。うん、インスタでさ、なんか検索マークピッて押したらさ、バーッ出てくるじゃん、女の子のやつ、うん、可愛い子ってめっちゃいるし、やりたいなって思うやつなんていっぱいいると思うけど、じゃあそれが自分に何のメリットがあるかって俺は思うから、うん、そう、別にね、自分が好きになってるよ、可愛い子なんて、うん、相手も好きになってっていう人も。そう、俺は性格と律儀さで選ぶから、うん、自分の指名もそうだし、まあ、選ばれる側なんだけど、指名はでもなんか律儀な子の方が大事にしたいなって思うし。そうですね。すごい深い話になってるね、今日は。深い話になってる。ハク君は盛りだから見境なしだよね。いいじゃん、でも見境なしでよくない。だから僕は今言った、ジンさんが言ったように、僕は選ばれる側なんで、お客さん選ばないようにしてます。でもさ、なんか別に見境ない方がよくない。言ったらさ、変な話、なんかほら幹部とか売れてる人とかってさ、まあ、言い方悪いけど外見があんまりね、こう、うん、著しくない子とかにこうあんま席つかないとかいう人もいるわけじゃん、中には。 でも見境なしってことはもう欲しいわけだから、何でも行くわけじゃん。こっちの方がそれこなせたらありがたいくないって俺は思うし。もうね、いいじゃん、全然いいよ、見境なし。バンバンやんなさい、鬼枕。バンバンやんなさい、鬼枕だった方がいいよ。でもなんか新人あるあるでさ、どうしたら売れますかって聞いたときに、大概の先輩が本営しろって言うぐらい。あーって言ったな、お前。ハーレムロンドか、そういうやつが。いや怖い怖い、ハーレム怖いわ。違う、怖い僕の知り合いにいるってことですよ。あ、知り合いに、はい、お前知り合いにホストハーレムしかいなくね。え、ハーレム以外もいますよ。ほんと、はい、ほんと、いますいます。あら、本営しろって大体言うよ、ね、みんな言うよ、ね、ポコ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 本営してもしょうがないから、ね、ジン君、歌舞伎町のハーだな。だからこの前ね、席で2連続でこういう話になったんだけど、なんか俺自分のブログでも書いてんだけど、なんかやっぱこう、なんか律儀じゃない女の子って結構多いのね、歌舞伎町だから。やっぱりホストもそうなんだけど、なんか多分女の子もホスト側も最初は律儀なのよ、全員ね、うん、律儀にやってんだけど、例えば女の子は律儀でした、でもホストが律儀じゃなくなりました、
じゃあ律儀にしてるのバカらしいなって女の子がなっちゃって、あ律儀じゃなくなるのよ。で律儀なホストにそいつが出会った時に、こいつ律儀じゃないなって言って適当にして、でこいつもこのホストも律儀になって、これどんどん悪循環していくのよ。あそうそうそう、だから歌舞伎町って怖いと俺は思うんだけど、でもこっちが律儀にしてれば別に相手が律儀じゃなかったとしてもマイナスはないじゃんって俺は思う。確かに意味わかる。例えばなんかね、そういうすごいちょっとお金にだらしなかったり売りかけにだらしない子がいてもこっちが律儀にしてれば別に、まあ確かに飛ばれちゃったとしても別に飛ばれたからってじゃあ次ね新しくできた女の子に律儀ないようにしたらその子がかわいそうだと思うし、もしすごいその子が律儀だったらかわいそうじゃん、うん、そうって思うんですよ、わしは。違いますね。そうだからなんか俺の指名はもう一周回ってる人が多いのよ。歌舞伎町歴俺より長かったら俺並みにあってもうくたびれちゃった人の指名ばっかりかな。意味わかるかな。全然わかんないっす。わかんない。全然わかってないっす。だからもうなんていうの、もうだってただ別に好きだからで指名してくれるわけじゃなくて楽なんだろうね、多分律儀だし別に悪いことしないし悪いこうなんていうこう転がしたりとかしないから、そろそろまた MC 交代しようか。じゃあしましょうか。今交代したら僕の頭がパンクしてもう発狂しちゃう。律儀を歌舞伎町で求めちゃいけないかもしれないけど俺は求めてもいいと思うんだよね。別にこっちが律儀にしてればたまたま女の子が求めた時に答えれるじゃん。俺はこっちが律儀じゃにしてればいいわけだから全然俺はいいと思う。語る語る。律儀ってなんだろう、約束破らない子じゃない。あと別にお金使う使わないじゃなくてなんかこう誠意さがあるかじゃないかな。そう楽しく飲めたらいいんだけどね。だからその中で楽しく飲めたらいいんだけど、そうですね、でも楽しく飲めたらいいじゃんってこういうこと言ってる子に限って飛ぶからね。いい加減飛ぶからな。そういうやつに限ってな、もう一杯待ってこいとかマイクで言うやつ大概飛ぶからね。ホストあるある。ほんとハク君のハクって違う、あれもう最初おえつの吐くんだ。もう最初にいじられたやつやそれ。ほんまね、何へしてくれるのって。何へしてくれる。うん、でもトムエは難しいですよね。トムエね、トムエは難しいだろ。色恋とホエしかないやん。もうないやんそれしか。違う韓国とかねありますよ。ハイチャー営業してるわけで。ハイチャー営業、ハイチャー営業。あもう吐く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 っつって、もう吐く吐く、あ俺吐くや、ソフトドリンクもうしか飲んでないやんみたいなね。ハックンは何してくれるの？何してくれるの？初回ごっこする？え？初回ごっこする？初回ごっこ。だから初回ごっこ。すごい今日でもコメント多くない？こう嬉しいよね、うん。だってまだ20ちょいでもう400超えてるから。すごい。やっぱこう意外にこう語るトークもね、うん、あのいい受けがいいっていうね。弟営業。あ弟営業いいかもね。俺やったことあるよ弟営業。弟営業。あとは。かわいい営業。かわいい営業。かわいい営業。ぶりっこ営業。ぶりっこ営業。それ言ったらバレちゃうぞ。ぶりっこしたときに。ホームレス営業いいね。ホームレス営業したら、俺家ないんだよねっつって。とりあえず家ない。まず家済ましてよっつって。容姿からしてあなんかあれでも肌とかさやっぱりそういうのってホームレスだとなんかあれじゃないですか。いやわかんないけど。わかんないけど。俺肌とか気にしたことないからね。化粧水使わんし。え、めっちゃします僕。俺しないしない。2日に1回パックしてますもん。マジで。はい。ジン君の弟営業怖いわ。賢すぎ。怖いと思うよ。多分弟営業、うん、まあ弟営業でもなんか弟営業もうこう暴露トークしちゃってるけどそれ身内営業って切れないよ。身内だからね。身内だから切れないっていうこのなんかあれがある。へー、そう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 。か結構ね続くっていう、ね、続くおい、滑ったじゃねえかよ。ジンコお肌綺麗じゃないですね。洗顔もしないし、あの化粧水もしないし、お肌の毛は一切してない。これニキビできてるよ今日。あ、本当だ。ニキビできてる。全然ニキビできる。化粧もしないし俺。僕は興味ないね。そうテレビだからね。テレビだから綺麗見える。僕は最近、僕は最近あれですね、なんだよなんだよ、広いよ。化粧しないですね。なんか外部犬ばっか磨いて内面クズになるぐらいだったら化粧しない。ゆうやさんもそういうタイプじゃない。ゆうやさんも多分同じようなこと言ってたと思うけど、そうそうそう、まあ知れてるじゃん化粧しても俺レベルが。もう三上さんには勝てないし。じゃあ
化粧したとこで三上さんよりイケメンになれるわけじゃないし、じゃあもうだから化粧とかしないね、もうトークで勝負するしかないもん。多分あの化粧とかしたらちょっと心薄れるかもしれない。ほくろはね武器だから消したくないもん。ダメダメダメ。そう、ゆうや先生イケメンじゃないですか、す化粧してないのにね。だから俺もそ多分ちょっと似てるかも、あの人とあの、うん、そういう感じかも。ほくろ隠させようとするなよ。あ、本当だよ。違う違う、あのファンデとかしたら絶対あのほくろ薄くなっちゃうって。いやなんかね、全然実はねコンシーラーでも消えないからこれ。あ、そうなんですか。なんかたまに席でやられるんだけど、あの初めてつく席とか、はいはいはい、全然ね消えない。強い。いけてるほくろ、ほくろだよ。なんかトップダンディにいるときに一条健さんがなんかあのイベントの時に言ってくれて、マイクで。あ、そういう人がいるんだね、はいはい、すごい上の人よ。がなんかあの、君はそのほくろっていうハンディキャップをあの売りにして、それを1000万、2000万、1億って稼げるホストになってくださいって言ってくれてて、おお、いいこと言う、いいこと言う、売れてるわけじゃないですか。いや、まだ全然売れてない。めっちゃいいこと言うの。めちゃよく有名人じゃないですか。まだ全然じゃない。そうですか。まだ全然じゃない。そう、ちょっと面白いでしょ、俺のほくろ。トップいたんすよ、本店にいたんすよ、僕。本店に2年ぐらいいましたね。やめちゃいましたけど、おもんないなと思って。あ、こんなことあんま言わない方がいいかな。まあすごいいい店でした。うん、すごいいい店でした。1年8ヶ月間ぐらいトップいましたね。そう、わかんないよね、トップダンディさんね。わかんないです。名前しかわかんない。トップダンディは僕、レッドしか。あ、グルダンね。はい、あ、そう、グルダン。レッドは行ったことあるらしい。はい。ただ、入ってはないんですけど、あの、見に行ったことある。いいね、正直すぎるって。でもあそこもなんかね、あの雰囲気は良かったですね。本当、うん、どうなの分かんないけど、何も言えないけど、ちょっと俺は。畳んだ宣伝はしない人になる。お、すごい、500いった。すごいすごい。かっくん、趣味は？趣味は、僕は、そうだな、枕。趣味枕。趣味枕。あと趣味は、あと趣味です。趣味は趣味つけることです。あとは枕。枕と趣味しかできてね。枕は初めてです。そうですね、初めて。ちょっとおもろいよね。趣味何って、わー、趣味つけることかな。めっちゃおもろいやつ。でもなんか装飾系に見えるよ。あー、まあそういうことにしときましょうか。何枕？肉食系。でも肉食めっちゃ食うよ、こいつ。びっくりするよ、ご飯連れてくと。マジで。だって、光栄っていうね、焼肉屋さんがあるんですよ。光栄ね。光栄っていう焼肉屋さんがあって、そこ行った時に、あ、俺ももう小食になっちゃったから、あんま食わないんだけど、こいつご飯大盛りを2杯食べて、あと1人で、牛タン塩を6人前ぐらい食ってたからね。びっくりするからね。他のも頼んで、他のも頼んで、追加して4人前いいですかとか言い出して、ああ全然いいよみたいな。ありましたね。すごい、若いってやっぱ食えるよね。俺も食えたけど、もう食えないな。そのうち食えなくなるよ、お酒入ると。お酒入ると確かに。食えなくなる。食えなくなりますね。でも食べてくれる男の人の方がいいっすよね。女の子的にはどうなの？どう？女の子的には。どうですかね。食べてくれる人の方が良くない？なんかあんま食べないやつより。ほら食べる方がいいかな。おー、見たりしないんだけど、なんかやってそうだもんね。あんま食べないやつとかね、危ない系やってそうだもんね。ね、こう、くまるり系やってそうだもんね。くすまる系やってそうじゃん。くすまる系やってそうじゃん、食べないやつとか。食べた方がいいと思う。いやでも、あの食べるときは食べるんですけど、食べないときはほんと食べないんですよ。なんかでも、さどうなの、やっぱこう、まだ給料もらってないわけじゃん、まだ働いて給料してないから、食べれない日ないの？ありますよ。あるの？ありますよ。どうすんの、そういう時？食べない日は食べないでも。え、つらっ、まあ、言ってよ。いや、それはまあ、これご飯食べてないんだって言ってくれたら、お金渡してあげるから。軽く。いやでも、お金を渡されて食べに行くんじゃちょっと僕は嫌なんです。一緒に食べたい。一緒に食べたいんです。でもさ、ほらそれこそアフターあったりとかあるからさ、行けない日だったらしょうがなくない？そうですね。暇そうな先輩に声をかければいいんだろ、ご飯連れてほしいです。いや、それでまあなんか気にかけて、母ちゃんいるじゃん、実家。いや、あの実家で、あの
もう僕のご飯用意しないでって言ってるんですよ。なんで？あのもういる時の方が少ないから。そうだから。えでも自分で作れないの？いや作れますよ。作れますけど、あの材料がないんです全然。お家に？お家に。お家に材料ない。材料がない。ああ。そう。じゃあ材料だけ買えばいいと、お金渡してあげるから。ダメだ。そんなお金で解決するっていう、貧困を経験したことがあるくせにお金で解決しようするっていう、自分で頑張るやつが長いですね。大変。朝 CM のさやね、朝ちょうど30分だしね。ではじゃあ一回 CM いきますか。あやかぜ人類イケてるほくろじゃないと。たくみさんってなんでそんなカリスマなんすか？俺はカリスマなんかじゃないよ。やる気と根性さえあれば俺みたいにかっこよくなれるよ。一生ついてきます。君もロミジュリでホストしないか？です。こんな可愛い息子欲しいなって。いや可愛くないですよ。本当に一緒に言い始めたらどうなるか分かんないですからね。お母さんホスト してることや知ってるのかな。いや知らないですね。夜食はやってるとは言ってますけど、一応バーとはやってる。ジンさんはね、僕に任せてどっか行っちゃいました。バーってことになって、そうなんですよね、バーってことになってます。そう、さっきの、そう実家の冷蔵庫、おばあちゃんが作ってるんですけど、いつもだからもうきっちり使っちゃうんですよ、その日に買って。だから残んないんですよね。おばあちゃんがご飯作るんですよ。そう僕はなんか声ちっちゃい。なんでゴニョゴニョ言ってる。あアフターしてきた今。早っ、アフターしてきた今。この短時間でアフター。ああ超楽しんでた女の子。よかった、アフターしてきた今。でもほんの30秒ぐらい。30秒でいいって言うから女の子は。よいしょ。いや洋食も作るんですよおばあちゃん。車も乗ってるし。あそうなの、車乗ってるのおばあちゃん。車乗ってます。大丈夫ちょっと70代ぐらいですけど。最近ニュース出てるから。俺でも反対派だから、高齢者運転は。あー、まあ、危ないっすもんね。もうなんか免許今返還できるじゃん。ね、返還してほしいもん、ちょっと正直申し訳ないけど。なんか田舎の人とかはしょうがないかもしれないけどね。もう都内で運転してほしくないよね、年寄りに。まあ、危ないっすもんね、電車も本当に乗ってほしくない。まあ、この前さ、運転してて、はい、で、なんかこっちだけすごい車がずっと止まってるから、パッて見たら、おじいちゃんがね、はい、ずっとね、ってなってんのよ。死んでるとか。いやだから口開けて怖っと思って本当に。で、もうたまたま近くに何その交番みたいなのあったから止めてよ、あそこあそこって言ったら行ったのに、普通にこの状態からコンコンコンってされてウィーンみたいな。怖っと思って。まあ、高齢者はね、運転しない方がいいと思うんですよね、僕は。いやでもそんなにボケてないですよ、うちのおばあちゃん。まあ、だとしてもだよね、まだ働いてるし。え、本当？はい、本当？実家がずっと、おばあちゃんの代から美容師なんですけど、うん、だからまだ髪の毛も切ってるし。はい、おばあちゃん髪の毛切れんの？それ床屋じゃなくて。床屋じゃないです、美容師。床屋じゃないの？だからカラーもパーマもしますよ。え、すげえ。おばあちゃん何でもできるやん。そう、シャンプーもするし。俺今日美容室行こう。そういえば、髪切るんですか？髪切るし、俺ここ顔周りここ剃ってるから、はいはいはい、ここをね剃る、全部剃る。え、なんでそこ剃ってるの？あのね、なんかね、こう夏とかもそうなんだけど、こう汗かいてくるとこの産毛がねピンって出てくるからね、見せてあげてもいいんだけどね、これ全部剃ってんの分かる？ほらほらほら。本当だ。ほら、ここないでしょ、ハゲみたいでしょ。うん。全部剃っちゃうんですよ。じゃあ開けたらここだけないじゃないですか？ない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 。オフの日とか女の子と会ったらちょっと最初笑われるもん。えっみたいな。髪なくないぞこうみたいな、カツラみたいになってるから。あー確かに。そう全部剃っちゃう。ここもなんか本当は
あれなんだ、2ブロックになってるね。もう入ってきちゃったから、美容室から。僕もここは2ブロックですけど、ね、ノーセットだとどんな感じなの、どんな感じなの。侍みたい、侍落ち武者、落ち武者みたいになってる。でもいるよ、ちょいちょい。三上さんもそっちだらしいよ、ここ。そうなんですか。そう、なんかこうセットしやすくなるんだよね、これ産毛がなくなると、ここの。へぇ、そう、そっちゃう、そっちゃう。結構今日、びっくり話多いね、今日。びっくり。僕は僕も、ここなんで、分け目が。だから、全然それ、それないよね、そういう子はね。だから、なんかオールバックの撮影とかは俺全部 NG なんだよ。へぇ、刑事あるんだよ、オールバックの。みんなオールバックにしなきゃいけない撮影とかは俺は NG。 できないよね、これで。まあ確かに、これでオールバックしたら俺何これやってなるもんね、普通にね。普通落ち武者、落ち武者だからね。全部あげたらびっくりするよ、こんなの。びっくりするでしょ、落ちちゃう。びっくりするでしょ。終わりまで侍口調だね。分かり申した。絶対違う、そんなこと言わない。次は 何の話をするで、ソウロウ。まあ、髪型の話といったら、でもこの髪型はどうなの、まあ、最近の子じゃん。ちょっと横向いて、こういう、どうどう、こういう向こうから向こうからとか、こういう髪型どう。あ、好きだって。あ、よかった。いいんだ、いいんだね、韓流系だよね、いいな。じゃあこういう髪型はどう、こういう髪型。こういう髪型はどう。僕は好きっす。ダメ。僕は好き。これはダメか、これ今時じゃない、これは。これね、これ韓国人っぽくない。最先端。あ、キトーヘア。どっちが、キトーヘア。俺に言ってる、こっちに言ってる、どっち。多分僕っすね、キトーヘア。ああ、多分もう本当にノーセットの状態だと本当キトーっすもん。俺の友達で、キトー、キトーって言われてる子いて、小学校の時に。で、そいつキトーの意味分かってなくて、なんか喜んでて、床屋に行って、キトーみたいにしてくださいって言ったら、あ、いつものねって美容師さんに言われたっていう。話は聞いたことあるけどね。ってネットに載ってる話だったよ、今のは。うわー、ネットかい。ちょっと時代を先駆けすぎたね。先駆けすぎた。俺はちょっと先駆けだよ、やっぱり。でもなんかもう将来もしかしたらスキンヘッドが流行ってるかもしれないからね。どうなんですかね。楽だよね、そしたらシャンプーしなくていいし。いやでも毎日毎日剃るんですね、あれ。だからもう脱毛しちゃう世界があるかもしれない。ああ、そっか。脱毛も一瞬で終わるね、あれがあるかもしれない。もみあげはそっ、もみあげもんどいてくださいな、どういうこと。もみあげもんどいてくださいみたいな。ああ、そういうことね。祈祷ヘアの話ね、さっきのね、祈祷の下りね。ああ、二人ともかっこいい、ありがとう。言われないんですけどね、僕は面白い系なんでね。かっこいいって言われるとさ、オチがないからあんま好きじゃないんだよ、俺は。広がらないじゃん、かっこいいって言ったらありがとうしか言えない。面白いだったらブスとか言われた方が俺はもう全部拾える。あ、1000いきそうじゃない、コメントすごくない。本当だ、703いってるよ今。ねえ、熱いな、ちょっと。熱くないの、ロンティー熱くないの。ああ、これですか。いや確かに、でもね、今日は結構涼しいからそこまでなんですよね。えい、あ、落ちちゃった。あら、喋っといて。そう、今日は涼しかったからこれでも全然いけるかなっていう思います。はい。びっくりした。え、取れないじゃん。もうちょっと一回立って。OK。はい。よいしょ。いや、ライター落ちた、ライター。ああ。ライターが普通に落ちた。寒くないの。背中めっちゃ見えてます。俺の話？俺の話今撮ってたから。背中めっちゃ見えてた。背中。寒くない。でもなんかいいよね、イケメンはさ、初回とかでもさ。いやだって役立つからいいよね。役立つっていうか、それでもまだ遅れ取れてないんですよ俺なんか。昨日写真誌3択あったのに3択とも遅れ俺じゃなかったよ。面白すぎて無理って言われたからね。それでもうあるあるある、面白いだけで終わっちゃうんだから。ずっとなんかちょっと肌焼けてる女の子が初回で来て、浜崎あゆみの、ああいましたね、 PV 出てくるよね。あのね、つーのーとか言ってやってたら、なんかずっと爆笑してたんだけど、ね、あ、それで終わっちゃったよね。でも僕は初回本当に手上げでいきますね、最初からもう。あ、本当、うん、手ね、手上げに、手上げに行く、手上げで。どういうこと、どういうこと。もうテンション上げて、あ、テンション上げていくの。俺もテンション上げ上げでいくけど、
だって俺名刺にほくろって書いたんだよ俺もうその時点で笑ってくれるから女の子。あ、黒子でほくろ、そうそうそう、黒子って書いてほくろって言うんだよ。すごい手上げって言うんだね、でも若い子今手上げって言いますね。手上げっていうから俺得点を稼ぎに行くって意味かと思って。あ、そういうことですか。あ、手上げねーと思ってた俺は普通に。あ、ね、手上げ結構、でも俺って結構2年前とか、いや知らないよ、若い子のついていけないわ、私は無理やわ無理やわ。雑学を、そう、雑学詳しいんだけど、雑学を手上げわかんないね。雑学、俺より知ってる人なかなかいないと思うよその髪型、手上げで使う感じで使うよ。いや、そうなんだね。いや、その髪型、手上げはなくないですか。ジェネレーションギャップ感じるよ、むしろカルチャーショック感じてるよカルチャーショック。俺若いじゃんって言うけど、そうそう、俺の年齢詐称だから、うん、絶対誰もわかんない。手上げ古いっすよ、そんなに新しくもない。ほんと、はい、古くないんだ。2、3年前とかそんぐらいになるんですか。全然、俺はもうパツキンのルーギャのチャンネルのマジバイヤーで止まってるからそれ言ってましたね、パツキンのルーギャのチャンネルパイオツカイドのマジバイヤーで止まってるから。わかんねえ、もうわかんねえ、もうわかんねえ、それこそわかんねえ。まあそれ止まってるから俺は。うん、そこわかんない。ワンちゃん、ワンちゃんが最新日、あー、わかる、俺もワンちゃんかと思ったもん、ね、あ、俺もワンちゃん初めて聞いたのに、なんだこれと思った。わかるわかる、あっと思ってワンちゃんって意味わかんない、うん、あと関西人がたまに言う賞味ね。あ、賞味、賞味、賞味とか言われた時に、はい、え、賞味期限みたいな。あー、僕も思いました、うん、思った。賞味、それって、まあ、正直って意味らしいね、正直って意味らしいね。そうそうそう、正直を賞味って言うんだよ、うん、関西人がたまに使うんだよね、賞味なーって。そう、あと今日知ったのがなんだっけ、あ、もう忘れたらいいやためるな、めっちゃためるやん、めっちゃためる。セカラシか、セカラシ、何それ、セカラシしたっけって言っちゃうよね。じゃあそれ北海道、それ北海道、うん、セカラシって何か、何これ、九州の人が見てんの。じゃあ、東京の人何人ぐらい見てるんだろうね。あ、確かに気になるな。東京の人、はい、え、あのグラフのやつってできます。あ、アンケートみたいな。あ、できますよ。え、じゃあ関東の人がそうじゃないかで、関東の人はイエスで、もう地方の人はノーで、ちょっとアンケートしよう。うん、いいっすか、アンケートお願いします。ちょっとなんかできたらやって、あの女の子たち、うん、グラフ、そう、グラフ、グラフ、住んでる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 、出身じゃなくていい、住んでるでいい。今東京に住んでる人どんぐらいいるんだろうね、見てる人で。ちょ、こんだけコメントあって、そうそうそう、ちょっと気になるよ。もうね、ハーレム来てほしいですよね。じゃあ筋トレしてる間に終わらしといて。じゃあお、すごい、あなたは、そう、あなたは関東、そう、住んでるか、か、関東在住か、在住か、丸か×かで、いや、丸か×かってイエスかノーかみたいな。イエスかノーか、半分か、気になるの、難しいな、気になるの。そう、遠目で見たらね、まあまあイケメンなんだけど、近場で見るとやっぱね、ほくろでかいし、顎長いんだよね。わかんな、イケメンで生まれたかったな、整形したいな、顎削ろうかな。なんか、前のお客さんで、あれいたよ俺、整形しようと思ってるんだけど、カウンセリング行くから、カウンセリング同伴しようよって言ったら、いいよ、それで指名になった子いたよ。顎削りたくて、あ、今ナチュラル俺はどこもやってないんだけど、顎削りたくて顎のカウンセリングだけ行ったんだけど、うん、じゃあ面白いじゃん逆に、整形してんのに面白いやつって最高じゃないもん。まあ確かに、そう、あのね、整形のカウンセリングね、なんかね、まずなんかモニターみたいなの見せられて、整形してる人こんな感じですっていうのと、で、顎の整形ってすごい難しくて、もうなんていうの、整形手術じゃなくて外科手術なんだって。へえ、そんな骨削るからね。で、あ、そっか、300万ぐらいかかるのよ。高っ。でもその値段はいいとして、まあまあでも高いよね、高いは高いなんだけど、こう、なんか顎ってこうあって、骨がこう上と下に神経があって、こことここは削れないから、真ん中の骨をこうくり抜いて、で、ここをこう、ここをこうくり抜いて、ここをこうやってくり抜いて、あれ、こういうふうにこう3本がこう、この真ん中の中指が消えて、どうやってやった、こうなんだよね、削って、で、ここをボルトでくっつけるらしいの。
うわもう怖いじゃん、この話聞いたら。しかも、切るとき、ここを口入れこうやって開いて、ここをバッサリ切って、ベローンめくって、うわ決めたね、ドリルでガガガガガガって削るのよ。うわそう、鼻ね、そう、鼻高いよね、わし鼻高いでしょ、整形鼻って言われるよく。わしは鼻低い。そう、目もね、二重パッチリなんだけど、整形じゃないんですよ。な、鼻オッケー、結果来たよ。来た、来た。あなたは感動。ちょっと待ちかね。はいはい、Yes、no。 そう、整形、そんな感じでしたね。怖いっしょ。いやとんがってるとこは治らないと、どういうことよ。あ、この、顎の一本ほどお待ちください。顎か、顎治んないよ、これなんかずっとこうやってやってたら短くなるかなって聞いたら、なんか逆になんか人間の防衛温度が働いて長くなるらしいよ。それが原因じゃないですか。なんかこう、ここばっか攻撃されてるって人間の動物的反応が出てる。 あれ、グラフ出ました？あ、1分ほどお待ちください。あ、1分ほどね、はい、そう、らしい。とんがって治らない、人殺せるぐらいのね、とんがり具合ありそうですね。サクサク刺さりそうだよ。髪色何色にしようかな、うん、何色がいい？ピンク。やだ若くないそんなの何がいいかな。髪色アッシュとかでいい。いつもアッシュなんだけどね。ああ。でも、もう僕これ黒髪にしますよ。え、なんで黒髪にすんの？ちょっともったいな。お手入れめんどくさい。お手入れめんどくさい。でも自分でやってるでしょ、それ。そうです。すごくない？この色自分でやってるってすごいよね、白ね。緑、緑のインナー、緑のインナーって何？緑のインナーみたいな。ああ、緑ね。緑ちょっと危なそうじゃない？なんか職質されそうだよ。歌舞伎町グレーね。俺グレー一回してみたいんだよね。でも銀髪。銀髪。俺僕あの白髪やりましたよ。分け目真ん中じゃない方がいい。俺真ん中じゃないん実はこれ、うん。ちょっとずれてる。あ、そう、わざとずれさせてる。うん、で結果出します。わーい、結果出るよ。あ、そんないるんだ。ほぼほぼじゃないですか。え、そんないるんだ。7割以上。7割いるんだ。はぁ。3割ぐらい地方なの。え、嬉しい。でもこれ男もいるんだろうけどね。でも、そう、見てもらってるの嬉しいですね。じゃあ来いよ、お前ら店に。あ、違う。それは全然違いますよ。あ、もう CM、そんな何回も入れるの。3時までですよね。じゃあ一回 CM 行こうかな。ちょっと休憩で、ハクがおしっこしたいって言ってるから。じゃあ、CM 参ります。あやかぜ陣内ゲテどころじゃないと。すごい。でもそう、地方多いと思ったけど、意外に関東多いね。多かった、すごい。なんでみんなニコ生から初回行きました、いないんだろうね。ねえ、そっちの方がみんな頑張ってニコ生出てくれるよ、いろんな人が。うん、え、あんまりいないね、ニコ生見て。いないいないいない、全然来ましたって人。うん、ねえ、ゆうやさんとかいると思うけど、多分ちょいちょいいると思うけど、いい、ね、俺一人もいないな。やっぱ顔面の問題かねえ。そう、コメント多いよね。なんかね、1000件ちょっと目指したいから、みんな書き込んで書き込んで、すごいわ。ニコ生そんな見てるんだったら関東の人。でも関東っつっても埼玉とか、あ、そっちの神奈川、千葉ね、もあるもんね。栃木とか茨城とか。モグリンが多いんでしょ。モグリって何？
あの潜ってコメントしない人です。ああそういうことね、うん、なるほど。でもこんなコメント来てるの嬉しいよ ね超嬉しい。あテレビ広告で、まあそうだよね別にホストいちいち行ってもらってめんどくさいよね。そうですね。あ、金持ちっていうのか分かんないけどめんどくさいよね。お金かかるしね。いいことねえよな。まあまあアフターバックリられるしな僕はバックリませんよ。こっちから終電までだよって思うよな、ぶっちゃけな。まあ、終電までなのになんでお前あの始発まで一緒にいてくれねえんだよって思うよな、まあ、埼玉なんだ。埼玉いいよ。俺なんか結婚したら埼玉住みたいな。埼玉いいっすよ。4万で 2L とか住めるよね、うん、埼玉ね。あとはもうなんか心地よいし田舎の方は本当に確かに、うん、ホストブームも来ないなって感じ。なんでこんなコメントちっちゃいから埼玉やかな。あっくんの東京出身でしょそうです。あの僕練馬なんで都会っ子よ。いやでも、うん、あの練馬なんて埼玉の植民地みたいなもんですから、ね、なんでなんで本当になんで植民地あるの。植民地ありますよ。23区でしょ一応東京でしょ。植民地植民地本当に植民地。なんで植民地なの。だからもう本当に畑とかありますもん。ちょっと言ったら畑とかあります。あと俺おじいちゃん埼玉だから、あ埼玉じゃない練馬だから、うん、練馬は全然畑あるよ。おじいちゃん畑持ってたもん。へえ。そうあの練馬にね。ほらそんなおじいちゃん今月お亡くなりになって葬式行ってきましたね。あ僕あそういえばね。そう、うん、なんかこんなこと言っていいのか分かんないけどすごいいいおじいちゃんだったな。行くたびお小遣いくれて。へえ。そう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 、ね、なんかごめんねすごいダークな話なんだけど触ったのよね棺桶に入ってるおじいちゃんを。人間ってこんなに冷たくなるんだっていうぐらい冷たい、ね、えそんなにすか。びっくりした。まあ、ドライアイスとかも入ってるんだろうけど、あでもなんかそんな冷たいかぐらい。えじゃあもう本当にこういう、あこれより冷たい。へえ。全然うそ。ちょっとグラスよりはあったかいかな。グラス行き過ぎかなってぐらい。あ これよりちょっと冷たいぐらい。何も入ってないグラスよりドライアイスは入ってますよねみんな。そうびっくりした。なんかすごいそれで涙がこみ上げてきて結局涙出なかったんだけどそうそうそう。いやいや結構俺なんかね感動ものの映画見てもは泣けるのよ。フランダンスの犬とか見たら泣いちゃうんだけど、人なんか人の死と動物の死に疎くて泣けないんだよ。涙出ない。僕あのペンギンのあれとか見ると泣いちゃう。どういうこと？ペンギンのあれって何？あの北極であのなんかペンギンの一生をなんかそういうのを撮影したやつとか見ると、うん、あのなんかすごい悲しいことが起きるんですよやっぱり。ペンギン、あまあ食われるからね。そう。アザラシとか。アザラシとか。シロクマとかね。そう。それで、うん、ストーリーをつけてくるんですよあいつら。ああドキュメンタリー見てるの。そうドキュメンタリー見てる。暇人だなお前。暇人だな。そんなおじいちゃんが今日来てますよやんないでびっくりしない顔そんな話してちょっとネタに回したいけど俺も正直ね元気なタイプだからちょっとだからおじいちゃん絞れいそうだからちょっとねちょっとできない。そんなおじいちゃんが今日来てますあ、違うからね。それ来ちゃったらどうするんですか。びっくりするから。いや恐れてるよみたいなびっくりするから。いやそうね冷たかったわ。なんか死体っていう言い方は悪いけど痛い、うん、痛いですね。痛いってあんなにね。ペンギンの話に戻るけどペンギンってなんで滑らないか知っとる。脱学来たよ俺の。滑らない。あれ滑るじゃん氷の上歩いても滑らないじゃんペンギンって。ああはいはい。あれ爪があるんじゃない。爪じゃない。爪じゃない。重心の歩き方が人と違うらしい。だから北海道の人ってそのペンギンと同じような歩き方してるからなかなか滑らないんだって。へえ。そうらしいよ雑学豆知識です。どうやって歩く。無駄な雑学。えどうやって歩く。なんかこうかかとを重心になるべくして歩くんだ。えなんか後ろに倒れそうじゃないですか。知らないです。なんかそのなんていうの足のこの指らへんに重心入れると滑っちゃうの。こう分散しちゃって こういうあ氷がこうあったらこういうふうにこう、まあ、要は重力がこう分散しちゃって要はスキーと同じ。そう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 。らしい。ペンギンこの間マジかよそのペンギンはちょっとまずいな。まずいなペンギン涙で顔しやがって。俺なんか靴の裏みたいな顔しやがってって一回言われたことある先輩に最初に当たった時の靴の裏おめえ靴の裏みたいな顔してるなへーへーって言われたことある。わかる。真顔で見てさ。そうこういう顔じゃない。どうだろうな。こういう顔じゃない多分。汚いってことじゃない。汚い顔してるなって意味じゃない多分。ガムついてるからかな多分。ガムがついてる靴っていう意味じゃない多分。
多分やばい多分ね、ガムですごくね、あと50件で1000件いきますよ。おねえ、なんか今同時刻になんとかムービーフラッシュかなんかもやってるみたいな話だから、すごいらしい、1000件いったらすごいらしいですね。すごい嬉しいな。なんだかんだもう1時間いくもんね。嬉しいよ、うん、ガムじゃん。だってこれもううんちかガムじゃん。うんちはそんなポツンとないっすよ。ガチャっていきます。ガチャっていく。ハク君を笑わせるお仕事って何ってこと。ほんと面白いんだもん。俺面白いよ。俺よりおもろいホストなら連れてきてくれるよ。いやでもあのライムさんも俺好き。ライムさん、ニーヤおもろいね。ニーヤおもろい。そう面白いし、もうこのほくろネタだけで100通りあるもん、ね、すごい言えるよ。ほら現在地ね、ここ現在地現在地、ここ風林会館、ここ風林会館。ここハーレムで、その先右方向ですね、もうね。何でもネタあるよ。やばい、めっちゃネタあるよ、これ。同業さんがね、困らないね、このほくろあると。本当に同業さんでやるとやっぱウケるね、めっちゃウケるね。あ、それいじってよかったんですね、みたいなあれになる。もう何でも100通りネタあるね。タトゥーですとかね。あ、タトゥー、うん、年前も行けないし、お客さんに温泉行こうやって言っても門前払いされちゃうんですよ。ネタとかね、いっぱいあるよね、やっぱり。すげえ顔に地図ある。 Google も俺に負けそうでびっくりしてるもん。あるね、 Google マップね。だから取らないね、この袋は。一生取りたくない。次あと10件や。あと10件で1000いくね。すごい、1000いく。嬉しいね。そうストリートビューだね、ほんとにね。いや、ストリートビューだね。パッパッパッてたらこうなるから。ちょっと引いたら俺もここ歌舞伎町のここ富士山になるからね。あ、1000件いった。イエーイ、ほくろで1000円。ほくろで1000円いった。さすがほくろで、ほくろ、いけてるほくろじゃないやつ。さすが、1000件いった人さすがでね。すごい、なんか嬉しい。なんか出てる感がすごいあるね、1000件いくと。嬉しい。ほんとだよ、おめでとうございます。ありがとうございます。褒められた方が俺伸びるタイプだから。うん、僕もそうです、うん、いいね。1分前ですね。なんか告知ある？今日誕生日なハック君からなんかあります？僕からですか？うん、僕からっすよ。いやでも早く僕お客さん欲しいです。お客さん欲しいですか？もう時間たっぷり使いますんで。はい、どんだけ使う？どんだけ使う？もう一日中一緒にいちゃう。一日だけ？え、一日だけ？いや違う、だから要は一日中一緒にいるっていう。ほんと？はい、だけ？俺だったらもう、まるまる3年ぐらい使うから。いや、じゃあそれはもう、女の子次第です。 OK、 はい、女の子次第で、僕はもう変わっていきますんで、はい、ですって。はい、いいね。おい、今から何、ナンパ行きます。おお、歌舞伎、今からナンパ行くの？歌舞伎来てくれんの？歌舞伎、俺はまっすぐ帰るけどね、お家にね。うん、僕は、今日は、いいかな。もうそれ終わるね、じゃあ。じゃあ来週もまた見てくださいね。はい、お願いします。じゃんけんポン。おー、またねー。